穴蔵です。今日も相模川に来ました。今日はですね、昨日大雨だったんですけど、相模川にね来ました。水が濁ってると思いますんでね、釣りのね、用意はねしてきませんでした。でも思ったより、水量はね、いつもとねそんな変わらないですね。濁ってます。いい天気ですね。それにしても今日はね、他のところ行こうと思ったんですけど、これといってねなかったんで、相模川にね来てちょっと水の様子でも見ようと思ってね来ましたね。昨日ね、大雨で雷で、体調が悪くてね、家にもちろんいたんですがね、一日通してね良くなかったですね。なんですかね、気圧のせいなのかって感じはしますけど、まあ雨が降ってもね、体調がいい時があったりするんでね、この辺ね本当よくわかんないですよね。今日はね体調いいです。ちょっとね風が強い方ですけどね、やっぱりこの直射日光当たってね、こう広々としたところいるとね、気分がいいですね。まあのんびり過ごそうかと思ってますね。ゴミですよね。気持ち悪いな、なんか。この小川は綺麗ですね。釣りやろうって感じの川ではないですけどね。なんだこれ。誰か住んでんのかな。花が見て、よく見てみたら生けてますよ。あ、これ一本一本缶に刺さってんだ。こうしっかり潰してある口のところね。何するんだろう。ここはね、よく写真撮ってる人がいるんですよ。まあ、グループか知り合いか分かりませんけどね。まあ、その人たちではないと思いますけど。
ちょっとわかんないですね。ちょっと下に降りてみよう。この水も増量してませんね。昨日のね、雨はね、ニュース速報とか言ってね、結構バン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 テレビでね速報されてましたよ。横浜とか横須賀とか、まあ、神奈川県では、まあ、神奈川っていうのはよく出てましたね。ですからこっちのもうちょっとね内陸の方はど真ん中じゃなかったけどね、まあ、下の方がね結構降られたから、この山の方はそんなでもなかったのかな。この水量を見ると、まあ、本流はね相変わらず濁ってますけど、雷がすごかったよな。雨もそこそこ降ってましたけど、これ向こう渡れるようになってんだね。好きな人は行くでしょう。ちょっと道はないんじゃないかな。この上のとこがね道路が走ってるんですよ。この白い壁の上あたりですかね。その一番上はね幹線道路が走ってますけど、ここからね幹線道路から脇から抜けてこう行って向こう側の橋を渡って川に出るんですよ。感じの浅瀬ではありますね。山の中のねこういう川だったらね、夏場だったらズブズブ入ってってもね綺麗だからいいけど、これ透明つったってねかなり怪しいものがあるから。この上の方からあの流れてくるわけですけどね、町の中だからね、どっから湧き水が結構あるのかな。こんだけ綺麗ってことは、なんか鳥がね来るみたいですね。ですからね、そこからね、人が何人か集まってね、いつもこちらにカメラ向けてますよ。いやー綺麗だけど、魚がいないですね。なんかねこの間誰か言ってましたけどね、あと上流の方でねちょっと竿を出してる人がいるみたいですね。あ、これ作られたあのものですね。やっぱりねこう向こうの岸のところずっと網がかかってますね、この一角だけ。こっちもそうですね。なんでここ一角だけなんだろう。
あそこから一応公園の施設ってことで少し整えたのかもしれないですね。普通何もやないでしょ。なんか跳ねた、魚が跳ねてる。これで画面中央ですね、小魚がいるのか。今2回ぐらいね跳ねてましたね。このぐらいの魚だとね、人の気配感じてね、近く寄るとねさっさ逃げちゃうから、ちょっと立ちくらみがするな。まあ竿出しても釣れないでしょう。まあ小さい魚がアブラハヤかなんかがいるかもしれないですね。んで鳥がねここに餌取りに来てんでしょう。ここはね、人があんまり来ないですね。でね、眺めもね、そんな良くないんですよ。ゴミはあるし。3つぐらいね、向こうの方含めてね、こういう立派な階段がありますけどね、もったいないですね。もう6時になりますね。今日はねまったり過ごせました。今はねちょっと肌寒いですけどね、えらい寒いわけじゃないんでね、まったりできますね。いい感じの山、わかりますかね。これ映像よりもねもう少しね、実際は近いんですよ、なんとなく。この映像ですとね実際の明るさと大体同じですね。今日ホワイトデーなんですよね。
なんかね、カップルがいるなと思いましてね。若いカップルね。普段はね、どっちかって言ったら、40、50代のね、カップルがね、ポツポツ現れるんですけどね。まあ、若いカップルもね、来ますけど、今日ホワイトデーだなと思って。まあそんなことでぼちぼち帰ります。ありがとうございました。アナグラでした。